な今日はこの生物を射精したら帰っていいぞ。めんどくさい。こんないっぱいの果物いつになったら書き終わるの？また君か。芸術に対しそんな態度はいかん。才能がないのだから少しは努力しなさい。はい、はじめ。筆を動かして。何かあったら私に聞いて。ひそひそ話をするなよ。真面目にやらないものは帰れないぞ。はい、はい、やる気を出せ。どうだ。はい。今時の学生は本当に。ああ、君が新しい転校生ね。みんなには前の授業で技法を教えてあるから、君は困るかもしれないけれど、わからないことがあったら私に聞きなさい。君、この子は天才だ。君のお名前は？宮沢萌です。いいね、いいね。このタッチ、この線、非常に卓越している。君は前に絵画を専門に習ったことがあるんじゃないか。このレベルはプロだ。お褒めいただきありがとうございます。君、前に美術の特待生だったのでは？全国の高校美術コンクールに参加してみないか？いえ、私は結構です。何よ、午後の授業では英語の発音のレベルをひけらかして、今度は絵を見せびらかして、やらせなんじゃないの？そうよ、そうなんじゃない？実際俺は宮沢さんはすごいと思うよ。ひからかすにしても能力あってこそだな。藤原くん、あなたどうして宮沢萌をかばうの？事実を言ってるだけだよ。英語の発音も絵画の上手いのも本当に能力があるから褒められるんだ。そうだよ。あんた本当に彼女の見た目のせいじゃなく、そう言ってかばうんだね。じゃあ君もきっと見た目のせいでなく、宮沢さんに突っかかるんだね、小笹さん。宮沢さんってとても優秀みたいね。さよりはおおらかだよね。だけど
私はああいう大げさなやつは嫌い。君たち写生はどうした？二人とも終わったのか？私の教室で無駄話とはどういうことだ？先生、書き終わりました。帰っていいでしょうか？こんなに早く？確かによく書けている。帰っていいよ。ありがとうございます。お先に失礼します。内藤さん、一言。あなた筆に力を込めすぎよ。そうするとタッチが拙くなるの。生命力がなくなる。うう、才能がないのは怖くないの。怖いのは才能がなくて努力もしないのに他人の成功を受け入れられないこと。お高く止まって、やかましい、ずうずうしいやつ。宮沢さんの話はどこも間違っていない。今は早く書きなさい。終わらないと帰らせないぞ。本当だ、才能がなく努力もしない、全くその通りだ。藤原君、また明日。また明日。あれは何だろう。彼女に返さなきゃ。先生すみません、すぐ戻ります。藤原くん。宮沢さん、ちょっと待って。どうしたの？君、これ落とし物だよ。ありがとう。いえいえ。それより、いつもと違う表情をしたね。このお守り、とても大切なものなの？これは私が小さい頃、隣の家のお兄さんがくれた贈り物なの。私が引っ越す日、彼は車を遠くまで追いかけて渡してくれたの。Thank you.
それならきっととても大切なものなんだね。もう覚えてないの？ごめん、どういうこと？あなたには関係ないわ。ごめんね、ちょっと聞いてみただけ。バカ。また明日。あ、やばい。こんな風に飛び出して川口先生きっと怒ってる。川口先生はすぐに怒るんだからな。F でまで全部表されたよ。ああ、本当にもうこんな時間だ。2時間目にも遅れちゃうよ。教室どこだ？あそこの男子学生、昭和高校の制服の予備校の教室を探してるの？え？昭和高校の制服？俺のことか？何ぼーっとしてんの？あ、ごめん、失礼したね。俺ただ君が綺麗だと思って。でも何でもない。ああ、誤解しないで。俺声をかけようとしたわけじゃない。ただThank you.
俺は3年 A 組藤原ヒロ。藤原ヒロ、どこかでその名前聞いたような。まあいいや。藤原先輩、よろしく。よろしく。教室じゃないでしょ。この予備校は全ての高校生が対象なの。基礎から始めるから学年別にはなってないの。だけど昭和高校の学生はみんな同じクラスなの。おお、そうなんだ。何？あの待って。どうしたの？いや、なんでもない。ただ俺、自由でのんびりしたのに慣れてるから、ちょっとこういう環境に馴染めなくて。教室人が多いね。俺たちどこに座ればいいの？勉強の邪魔するなよな、本当に。あいつのあの様子見たかよ。どこが予備校に来るような。ちゃ、先生が来ないうちに俺サボるわ。お先に。ちょっと待って、どうして？俺みたいな劣等生であることは割と気楽なようで、割と合理的でもあるんだ。
俺は成績は上げたいけど、自分がこんなに憎たらしくなるつもりはない。なんだ、文句あんのか。今頃あいつらきっと練習を終える準備だ。どこで遊ぶか考えてるんだ。どうしたの？顔色が悪いわ。大丈夫？大丈夫。ありがとう。行こう。私たち一緒に。ほら、ドアの後ろの一列に座ろう。サボれるようによ。ちょっと見た目がいいだけだろ。予備校なんかに恋愛しに来やがって。外でデートしろよな。他人の邪魔して何なんだよ。ねえ、あなたたち、先生もまだ来てないのにそんなに緊張する必要ある？もし他人が歩きながら話をしてるのがあなたたちの勉強に影響するなら、あなたたちの心理状態を何とかしなくちゃいけないんじゃない？何言ってんだ？もういいよ。私の話に対してどういう意見なのよ。吹原、俺の後ろにいろ。お前、美女を守る英雄か？いや、ただ純粋に君たちが気に食わないだけだ。それに初対面だからといって可愛い後輩を喧嘩に巻き込みたくないしな。お前本当に俺たち二人と喧嘩する気か？本当に君たちが俺にそんな口が聞けるならな。ちょっと待って。もしあなたたち本当に喧嘩するなら2対2はどう？誰か私がこの二人のガリ勉をやっつけるのを手伝ってくれる？何してるの？みんな席に戻りなさいよ。まだやる気？もういい。悪かった。勉強は人
としての道を知るためにするんでしょ。あなたたちはそんなに勉強しているのに、まだ人を見た目で判断して陰口を言ってる。それなら勉強の意味は一体どこにあるの？驚いたね。君すごいよ。ただの友達よ。君は誰とでも仲良くできるんだね。だって私はあなたの可愛い後輩よ。テストの採点に時間がかかってね。前の時間の模擬試験の結果が出ているから、今から配って解説します。解けなかった問題があったら、みんなよく聞いてください。どうしたの？いや、なんでもない。俺なんだかここに座るの良くないかなって。気にしないで、他に席もないんだし。もともとは抜け出しやすいように彼らを離れて座らせてるの。だけどあなたが来るとは思わなかったから仕方ないわ。それならありがとう、かわいい後輩。君は人気者だね。まあね、私は学校のチアリーダーで、この連中はほとんどが体育会系なの。試合の時にいつも応援していたら、そのうちに知り合いになったの。あ、そういえば、あなたってバスケ部のあの藤原ヒロ？だから私、あなたの名前聞いたことあるみたいって言ったの。うん、そうだよ。今日退部届を出したんだ。あなた、そんなに一生懸命なの？予備校のためにバスケも捨てちゃうなんて。わかった。あなたも私みたいに家にうるさい母親がいるのね。うるさい母親か、惜しいな。君の間違いだよ。俺の母親はとっても無口だ。
なたのお母さんは一体どういう人なの？私、興味が湧いてきたわ。彼女はとても優雅で、とても知性的で、とても才能のある成功した女性だよ。俺が予備校に来たのは、そんな優秀な人のお荷物になりたくなかったからさ。ふーん。じゃあ、なんで遅刻してきたの？俺…冗談よ。ただあなたの真面目な様子を見てからかいたくなったの。ねえ、そんなに塞ぎ込まないでよ。あなたの全ての努力はいつの日か彼女にもわかるわ。藤原、大丈夫？藤原って君、それが先輩に対する態度か？へへー。だけど藤原って呼んだ方が親しみやすいじゃん。そうだな、その方が親しみやすい。思い出した、確か去年あなたがバスケしてるの見た。あなたがコートで一生懸命頑張ってる姿を見れば、誰でもあなたはバスケが大好きなんだってわかるわ。あの情熱は人を感動させる。そう、私ちょっと惜しいな。あなたにとっては趣味を捨てた程度のことじゃないでしょ。あのね、藤原、あなたがバスケ部を辞めたのは惜しいけど、人はこの世界ではいつでも取捨選択できるのよ。あなたはバスケを捨てたけど、きっと他の方面で埋め合わせられる。例えば？例えば、成績がとても良くなったり。過去ばかり振り返らないね。少なくともあなたは何が好きで、そのために努力したかを知っているんだから。それに、親に認められるために犠牲を払うのも価値のあることだわ。君の言うことは筋が通ってるね。当たり前よ。ドアの後ろの列の二人、講義中に喋るな。
れた。あんなもの将来の仕事で役に立たないわ。先輩、一緒に遊びに行かない？君は本当に遊ぶのが好きだね。人生は長いけど青春はあっという間。あなた遊べる時に遊ばないの？あれ、藤原、顔赤いよ。バカ。あんまり近寄るなよ。バカ？さっきは可愛い後輩だったのに。帰ろうっと。私をバカって呼ぶ人なんかと遊ばないよ。あれ、藤原、あなたなんか落ち込んでるみたい。どうしちゃったのよ。いや、なんでもない。ああ、もしかしてバスケ部のこと？何？そうだ、去年藤原のバスケの試合を見た。コートであなたが頑張る様子、あの情熱に満ちた感じ、本当に良かった。ああ、そうだったの。そうよ、実際あなたが本当に好きならずっと夢を持ち続ければいいの。学校のチームを辞めたからってもうバスケができないわけじゃないでしょ。ありがとう、吹原。あ、雨だ。俺、傘持ってた気がする。だけど一人用の小さいので。ああ、あった。冬の雨はみぞれ混じりで冷たいな。季節にどうして雨なんか降るのよ、本当に。時間も遅いし。君の家どっちの方向？
あなたは？僕が家まで送るよ。え？私、あなたは学校の北側の地区に住んでるって聞いたわ。クラスのあなたに片思いしてる女の子が放課後に後をつけたって。そうなの？そうだ、ずっと聞かなかったけど、君はどうして俺のことをよく知ってるの？ごめんね、私はチアリーディング部の部長兼バスケ部の経理なのよ。エースのあなたのことは当然最初から知ってたの。もうすぐ家に着くわ。今日はありがとう。なんでもないよ、俺に気を使わないで。あなたの服ずぶ濡れね。さっき私に傘を差してくれてた時、傘を私の頭の上に差してくれてたでしょ。いや、あなたそれでもし風邪でもひいたらどうするの？君が雨に濡れるのをただ見てられないだろ。格好悪すぎるよ。女子はもともと体が男子みたいに強くないんだから。それに俺毎日トレーニングがあって体力がある方なんだ。なんであなたがあんなにモテるのか大体少し分かったわ。あなたってやつはとっても優しいのよ、藤原。礼儀知らずのちびっこめ。ふん、いいわ、家に着いた。また明日予備校で。また明日。木原レイカか。あなたのその顔にはあの裏切り者の遺伝子があるのね。あなたに我慢するのももう限界だわ。どうしてあなたは私をこんな面倒に巻き込むの？最初に言ったでしょ、あなたは私の姓を名乗るのにふさわしくないって。もし脱却できないわけでなかったら、私はどうして、どうして？ごめんなさい。
あ、雪だ。ねえ、聞いた？昨日の模試でカンニングして捕まったやつがいたらしいよ。マジ？誰？転校してきたばっかの誰かさん。お高く泊まってるようで。男とイチャつくだけじゃなくテストでカンニングするなんて本当どうしようもないやつね。たらめ言うなよ。だけど私、昨日職員室で木下が言うの聞いたもん。その人はカンニングして学年トップになったんだってよ。成績ランキングで誰がトップだったか見なかったの？しかも先生がクラスに来たら叱るんだって。宮沢さんがそんなことするはずない。きっとどこか間違いがあるはずだ。藤原くん、あなたどうして宮沢萌をかばうの？可愛いからでしょ。いつもあなた女の子によくしないくせに、結局は可愛い子にはよくするんでしょ。え？そうじゃない、ただ僕は宮沢はそんなことしないと思ってる。なら何か証拠があるの？特にない。ただし君たちも言ってただろ、宮沢はとてもプライドが高いって。プライドの高い人がカンニングなんかするわけないだろ。もしかしてお前も宮沢萌が好きなのか？バーカ、何言ってんだよ。俺はただ思ったことを言っただけだよ。みんな、昨日の模試でカンニングした人が一人いました。厳しく処分しなくてはなりません。教務主任はとても怒っていて、私たちそれぞれのクラスの担任に今後このようなことが起きないように生徒たちによく言って聞かせるようにとのことです。
先生。何？そのカンニングした生徒って誰ですか？うちのクラスじゃないんですか？違います。今回カンニングしたのは3年 D 組の一人の生徒ですが、名前は言えません。だけど言わなかったですか？成績ランキングで1番の人がカンニングしたって。あの発表された成績ランキングは当然すでに修正済みです。この際宮沢さんを表彰しなくてはいけませんね。彼女の成績は群を抜いていて、今回の模試は全国レベルのテストです。統計によると彼女の成績は全国で見ても非常に優秀です。皆さん、宮沢さんを目指して頑張って勉強してくださいね。非常に惜しいことに、宮沢さんに学級委員長か学習委員にならないか尋ねたところ、大変残念ですが体調が優れず引き受けられないとのことでした。宮沢さんは休学前、早苗女子高校で学んでいた頃からすでに非常に優秀で、多くの全国大会で優勝してきました。私は皆さんが彼女と仲良くできることを願っています。では授業を始めましょう。やっと昼休みだ。藤原行くぞ、飯だ。うん、ありがとう。彼女、今なんて言った？多分、ありがとう。たまんないな、宮沢。やっぱ可愛いな。だけど一時の新鮮味じゃないか？違う、彼女に対しては俺は真面目だ。宮沢、ほんとすげえいい子だよな。うん、そうだな。だけど彼女は人付き合いが好きじゃないみたいだぞ。しょうがねえよ、彼女はあんな優秀なんだから。知ってるか、彼女が来てから校内での人気はうなぎ登りで、この勢いだともうすぐ新しい学校のマドンナになるらしいって。だけど泣きリス、だけど泣きりさよりはきっと怒るな。あの小笹めぐみと内藤が宮沢を目の敵にするのも当然だな。
俺は宮沢は別にみんなが思ってるほど傲慢じゃなくて、彼女はただ俺たちと同じだと思うんだ。お前はまだ女の子の眼光をよく見たことがないだろ藤原。マジで俺は彼女と最初に目が合った時、彼女は特別だって分かったんだ。昨日俺放課後の帰り道で彼女がしばらく子猫と遊んでるのを見たんだよ。あれでいて彼女内心はすごく優しいんだよ。藤原、今回こそは本物の恋愛だ。ああ、そうなんだ。藤原、先に言っとくけどな、もしお前も宮沢が好きでも俺は簡単には譲れないぞ。おお、そうか。お前ってやつはどうしていつもお気楽なんだよ。本当にどうして宮沢萌はお前なんかに気があるんだよ。宮沢が俺に気がある？ああ、さっきのありがとうお前に言ったんだ。すぎるな。俺先に練習行くぞ。谷崎潤一郎の初期の作品は後期の笹目雪と比べると少し難解ね。だけど感情表現はより少し丁寧。何？宮沢さん、君は今何て言ったの？一度女に惚れると彼女の言うことが本当であれ嘘であれ男は愛しく感じるものである。あなたたち男性にとってこれは本当なの？それは俺にはわからない。俺まだ恋愛したことないから。そうなの？なら藤原くん、私を探しに来たのはどういうこと？ごめんね、読書の邪魔したでしょ。俺ただ君が少し心配だっただけ。私が心配？うん、あの宮沢さん他人に何を言われても弁解しないからさ。それはね、弁解しても意味がないから。そうかもね。君を信じない人には弁解も意味ないね。でも反対に君を信じてくれる人はどんな時も君のそばにいるよ。私に近寄るとあなたも傷つくわ。宮沢、君が？見たところは冷淡だけど、君は少しも威圧する感じがないから、俺は怖くないよ。
ここに座れば。え、いいの？いいわ。これは藤原佳代子の著書だね。君好きなの？私とても好きよ。彼女の言葉にはとても冷静な眼蓄があって、ちょうどよく才能を示しながら、それでいてひけらかさないの。あなたの国語の成績、あまり良くないようね。ああ、そうだよ。僕の成績は良くない。予備校に入ったのに。でも、今後昼休みに私のところに課題を持ってくれば？だけど、答えは映させてあげられない。宮沢、君やっぱり優しいね。やっぱり？誰かそう言ってたの？ああ、そう。天神の君のそばに座ってるもう一人の男子、なんか彼君のこと好きみたい。知ってるよね。彼ガールフレンド多すぎよ。私は彼の戦利品の一つにはなりたくない。だけど天神は君が思っているほど悪いやつじゃないよ。そうだ、天神がバスケしてるの見に行かない？彼今練習してるんだ。あいつのダンクシュートはかっこいいよ。きっと見とくべきだよ。あなた、私に天神達彦を好きになってほしいの？Please like and subscribe for more content, and I hope you liked this video.